1月15日から2月14日なんとここは警察の申し分じゃないとだからこの階段を上がっていくのがちょっとワクワク変わりまして高校生ばっかりですね。うん、聞こえました？あのおじさんたちの会話。なんで？いいな高校生若く戻りたい。あすごいなんかルミナリエみたいな感じで。イルミネーション何月までやってるんですかって聞いてきたんですよ。いつまでやってるんですか。紙書いてるから見てくださいって僕ら全然知らんのんです。あ、書いてますわ。11月15日から2月14日で、ここが今ここ現地がここら、うん、見えますかね交番から。で、どこまでだいたいの帰ったら一緒美味しい公園ぐらいで止まってる。そうだね、ちょっとこの辺まで行ってみようかなということ で、ね、今日はやらせてもらうわけですから、はい、さっき聞いたんですけど、はい、まあ、すごい協力的ですねって、地元愛とかでその持ち上げるんですかって聞いたんですよ、うん、あの警察の人に。なんとここは警察の持ち物じゃないと。マジで、はい、警察の持ち物じゃないの。市役所やけ。ああ私たちは市役所の言いなりなんで、あのそれ色つけられましたっていうの、うん、むっちゃシンプルですね。ザ・ザ・シンプルシンプルまあそういうことで、はい、まあ、いろいろ見て回ろうかな。はい、でも結構今年気合入ってますね。綺麗だね。いやなんかあの結構協賛とかも多いみたいですよ、中国銀行さんとかいろいろ。ああこう川みたいになってますね。今年初なんで一応僕も写真撮らせてください。いいよいいよ。よろしいですか。もうちょっと画質がいいんかなと思ったんですけど。そうだそうだ。あもう一本間に入れてほしかったぜこれ。でも綺麗にピンク、紫だよね。でこっち側にね、天の川のような花みたいなのもついてますね。うん、結構綺麗ですな。綺麗、うん、これ向こうに、あ、向こうはなんか動く系の、うん、ね、いや、LED 考えた人すごいですね。光心ぶひととき、もうちょっとあるんですよね。はい、というわけで、寒そうですね。さてさてさて、でもね、ずっと一緒、ずっと一緒です。聞こえました？あのおじさんたちの会話。なんで？いいな高校生若く戻りたい。分かるなそれ。最近ロブはどうなの？いや昔はね、あの、はい、大人になりたい思ってましたけど、うん、なっていい子は何一つゼロですよ。いろいろと税金も払わないといけないし仕事に行かないと、うん、やっぱお母さん感謝ですよ。あ、でもねえですね、イルミネーション。何が？下石公園の中あるある、屋上のあれ、その前にもね、はい、桃をイメージしたものもありますけど、桃をすごいピックアップするんですね。マスカットまではいかんかったんですかね。あ、結構頑張ってますね。しますけど、すごい、この階段を上がっていくのがちょっとバカ。結構上も賑やかだ。下がります。喧嘩してるんですか。まだある。あ、でもやっぱ高校生ばっかりですね。うん、あると思う。もげんのが大丈夫だな。
ちょっと邪魔できないような感じの雰囲気なんですけど。そうですね。ああ、そうですね、やっぱり壊れちゃうしね、さっきみたいに電源が切れてたりとかもあるんでね、うん、やっぱ大人の子が見てるんだったら、子供が触ってたりとか注意してほしいですね。じゃないと壊れますし、来年ね、再来年ってイルミネーションなくなっちゃうから、うん、もう作る人からしたら子供が壊したのか、若いのが壊したのか分かんないですからね。いやね、結構どこでもやってるっすけど、やっぱ記者公演っていうぐらいなんで、まあ、記者にね、できればあのイルミネーションをね、施していただけたらなと思いますね、はい、だよね、なんかちょっと寂しいよね。寂しいですよ。岡山駅前に来てるんですけどね、もうこうやってイルミネーションがなんか去年とかそれよりかなりレベルアップしてますよ。そうですね、結構綺麗ですね。綺麗だね。あ、すごい、なんかルミナリエみたいな感じで、ミラーボールついてる。お、誰か歌うんですかね。ねえ、もうちょっと頑張って大きいの作ってほしかったな。うん、来てますね。来てますね。でもこんだけ協賛もらったんですか、それお金あるでしょ。あ、ほんまや、観光とか、はい、しっかりコンサーついてますね。カバーも入ってる、チューギンも入ってるし、そうね、大きいとこいっぱい入ってる。外側のね、桃のこと、外からもああやってタコちゃんで大丈夫なんですか。どうなんですか、ね、問題ない、はい、大人が楽しめる今話題のアミューズメントバーのことでしょ。こういうのは女の子も来たいですな。財布財布財布に見えたね、私。あ、なんだこれ、うわ、破けた。いや、ほんまに、いや、何やでも去年よりすごかったっすね、なんか、うん、まあ、でも、はい、あれだよね、ホーム、ええ何個人好きなまとめてください。何をちょっとじゃあ、皆さん今聞きました、丸投げですよね。いやいや、もう何もこれ見たらもう何も言うことないですよ。まあでも綺麗だったです。自分の中で黄昏れてました。でも岡山イルミネーションっていうイメージは本当最近になってここまでね、まあ地元の中、はい、地元じゃねえわ、地方か、うん、地方での中では頑張ってんじゃないかなね、このやつ、こんな感じで。あのやっぱ下石とかあの西側とかもすごい綺麗です。かなりね、天の川じゃないですけど、本当にそのね、綺麗になってる。結構上げてる人多いですね、やっぱ今年イルミネーションね。いうわけでね、はい、まだまだスピチューブこれいつまであるんかな、イルミネーション。何月、何日、2月ぐらいまでは。そんなになる、うん、ルミナリエとかもう終わっちゃったけど、やっぱこのやつは2月ぐらいまで、うん、動画上げてましたね。ギリギリ滑り込みで行った瞬間電気消えたやつ。そうです。はい、というわけで、はい、ということで、まだまだ続きます。12月もう終わりですけど、まだ最後までロブは走り続けます。走ってますよ、毎日トレーニングします、はい、はい、それではですね、まあ、チャンネル登録の方までされてない方、ぜひとも一票お願いします。まあまあとりあえずね、僕もこれこのまま帰るわけにはいかんの でまだ時間帯的に時間あるんで、ちょっとあの偵察していこうかな、スカウトします。はい、また最近この終わり方多いな。こういうのこれ好きやわ。はい。
帰るぞ。はい、どうぞ。ケイさん、早く帰った方がいいですよ。はい、はい、はい、はい。すいません。はい。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。